僕の場合は撫で型で、まあ、肩幅もあんまないんですけども、ちょっと変にルーズなものだと子供っぽくなりがちなので、首がすごくちゃんと詰まってるというか、ピシッと切れるっていうのが、ここさえ押さえとくと、まあ、ほぼほぼそんなにだらしなく見えない。リブ幅もちゃんとリブがあるもので、やっぱりまあ丸胴でステッチがないっていうのはやっぱすごく洗練されてるなっていうのは前から思っていて、まあ、着心地って実際ここってそんな当たりはしないんで気になるとこではないんですけど、ただでもまあちゃんとジャストできると、うん、気持ちいいですし、もたつきないですよね。もたつきないですよ、うん、いわゆるおしゃれなものって、やっぱ立った時にすごくシュッと見えるようにデザインされていて、そういうものってあの袖がちょっとやっぱ小下についてるんですよね、まあ、これも僕の肩のコンプレックスもあるんですけど、やっぱ撫で型でこういうデザインのものってすっごいもたつくんですよ、ね、あとやっぱり直線の方があの綺麗に落ちるんですよね。意外と普通なもので多いんですよね、あのごく当たり前にその辺で売ってるようなものの中に僕が欲しい壺のものが多くて、だからその辺でなんか安いの買うことが多い